アマウリ・アルミンド・ビショフは、フランスオーラン県コルマール出身のサッカー選手。ハンザロストック所属。ポジションはミッドフィールダー。2005年に、フランスの RC ・ストラスブールのユースから、ドイツのベルダー・ブレーメンのユースへ移籍した。2006年にトップチームに昇格し、2007年3月14日に、行われた、UEFA カップ、セルタで b 5000で後半に、 ジエゴに代わり途中出場し、トップチーム初出場を果たした。これがブレーメンで唯一の公式戦出場となった。2008年7月ブレーメンとの契約延長を拒否することを決め、7月30日イングランドのアーセナル FC へ移籍した。2008年10月10日、リザーブチームでストークシティ FC 戦でデビューを果たした。 11月11日に行われた、フットボールリーグカップ、ウィガンアスレティック FC 戦で後半に途中出場し、トップチーム初出場を果たした。2009年5月9日、ポーツマス FC 戦で、セオ・オルコットの代役で出場し、プレミアリーグ初出場を果たした。2009年6月30日、アーセナルとの契約が切れリリースされ、8月26日に、 ポルトガルのアカデミカコインブラと2年契約を交わした。2010年に CD アベスへレンタル移籍し、2011年に2年契約で完全移籍した。2012年夏、ドイツへと戻り、SC プロイセンミュンスターへ移籍した。チームではキャプテンを任されることもあった。2017年1月21日、ハンザロストックへ2年半の契約で移籍した。 ポルトガル人の母親とフランス人の父親を持つプレイヤー。U-18 世代まではフランス代表としてプレイするも、U-20 世代からはポルトガル代表を選択している。U-21 の代表にも選出されたが、それ以降は代表に招集されていない。ありがとうございます。